高祖一辺党、または単に一辺党とは、中華人民共和国が建国当初にとっていた、ソビエト連邦に対する外交方針である。単に、ソ連と同盟を結ぶというだけでなく、共産主義陣営を支持し、帝国主義と、米国主導の資本主義陣営に対抗するという意味も、あった。この政策は1950年代初頭の中華。 人民共和国の外交政策の基礎を築いた。中華人民共和国による社会主義体制の選択、ソ連の援助を受けての両団一世の成功、朝鮮戦争に至るまでの共闘は世界に大きな影響を与えた。しかし、1950年代後半より相互間で批判や意見不一致が生じるようになっていき、両国の関係は決裂。 中蘇対立へと向かっていくことになった。第二次世界大戦後、ソ連が社会主義陣営を、米国が資本主義陣営をリードするという新しい国際秩序が生まれた。中華人民共和国の初期、ソ連の指導者スターリンは中国が、 西側の米国主導の資本主義陣営と国交を樹立し、ソ連の外交戦略を弱体化させることを恐れ、中国に親善を申し出た。ソ連は中国建国前から支援を行い、中華人民共和国を世界で初めて国家承認した。中国も数年に及ぶ国境内戦を経て弱体化しており、外国からの政治的、経済的、 軍事的な支援を必要としていた。さらに、米国は、中華民国政府を支援し、中国共産党との国交樹立を拒否し、経済制裁を加えていた。1949年6月30日、毛沢東は、一辺党の政策を発表した。これは、同時に発表した、キロ、打双勘定や個債受け客と合わせて、 建国初期の中国の三大外交政策を構成していた。毛沢東は中国は世界のプロレタリア革命の一部であり革命の勝利はソ連の援助なしには達成できないので中国はソ連と同じ戦線に立ちソ連の開発モデルを採用して国を豊かにし世界のすべての民主主義勢力を団結させるべきだと述べた。また中国人民は 帝国主義に戻るか社会主義に進むかのどちらかであって、第三の道はないとし、中国は旧世界を打倒し、西欧帝国主義の進行を防ぐためには、一辺倒にならなければならないと述べた。その後、中国とソ連は、イデオロギー的に対立し、国際戦略の根底にある目的についても意見が分かれるようになった。すでに、中国人は、 ロシア人に好意を持っておらず、スターリンも、毛沢東や中国共産党を疑っていた。その結果、中祖対立へと向かい、中国は、一辺党政策を放棄し、反米、反ソの、日本戦政策を採用した。1972年のニクソン法中後は、アメリカとの、反ソ連立に変わった。一辺党という言葉自体は、壮大の、 禁止録にも存在し、一つの考えに偏ることの意味で用いられている。日本では、一辺党政策以前にも、使用例はあるが、毛沢東の一辺党政策によって、広く知られるようになった。1955年から1957年に、かけて、ソ連の援助を受けて建設された武漢長江大橋、中蘇友好同盟相互援助条約記念儀って、 もう東は、一辺倒政策の実行に伴い、教育、経済発展、都市建設のコンセプトなど、あらゆる面において、ソ連のモデルに従うことを決めた。この一辺倒政策は、ソ連や東欧の衛星国家と緊密な関係を築いている、当時の他の社会主義国にも、当時の国民党政権下の中華民国との関係を断ち切り、 中華人民共和国と国交を樹立する意欲を持たせた。しかし、それはまた、欧米の資本主義人営から中国を孤立させた。中国が共産国家人営を支持していたことが、後に朝鮮戦争で朝鮮労働党を支援するようになった理由の一つである。一辺倒の実施により、中国はソ連との距離を縮めた。一辺倒政策を実施した。 直後の1949年12月、毛沢東は、スターリンの70歳の誕生日を祝うために、ソ連を訪問し、ソ連との友好条約の締結を求めた。当初スターリンは、毛沢東を無視したが、毛沢東は中国に戻ると脅迫したので、スターリンは、中国との軍事同盟の締結、3億ドルの融資、工業化と軍事近代化のための多くの科学者、 技術者、軍事顧問の中国の派遣に合意した。翌年には、有効期限を30年とする中蘇友好同盟相互援助条約が結ばれ、軍事同盟や技術協力など幅広い協力関係の構築を目指していた。1953年、ソ連は中国に、東西鉄道の共同所有権を与え、1955年には、 旅純港のソ連権益の廃止と新疆の企業の共同出資を発表。1957年には中国の核開発を支援することで合意し、その1年後には重水路を贈与した。1952年、毛沢東は中蘇関係を自給的、老不可怕的、専務不可知的と表現し、劉少期は中蘇同盟を 資本主義国同士の間に内在する状況とは異なり、我々の間には二重性はないし、他国による一国の抑圧や略奪もないと述べた。また、一辺党の実施により、米国は中国共産党に影響を与える政策を放棄した。一辺党政策は政治だけでなく、当時の中国文化にも大きな影響を与えた。列、年層や、 布へしゃげ基地の音訳などのロシアの衣装を中国人が着用するようになった。人々は顔を合わせると、達し河原力士の音訳と呼び合った。ロシア語の名前を音訳した名前を名乗るようになった。若者はロシアの歴史上の人物や文学に目を向けた。新聞や雑誌には、ソツラネラオタイウタ、ソツラネ的今店をサムゼガモン的名店などの、 プロパガンダスローガンが載った。その結果、中国ではスターリンに対する個人崇拝が生まれた。スターリンの死後、中国各地で反旗が掲げられ、黙祷が捧げられた。ありがとうございます。